これ明日動画にみんな出ていいですか、僕の YouTube。 全然大丈夫ですよ。はい、はい、じゃこれでじゃ出ますね、皆さん YouTube デビューです。はい、あ、いたいたいた、あ、いたいた、聞こえてますか。はい、聞こえてます。はい、近寄ってきた。はい、どうですか。結構楽しそうな雰囲気ですよね。使い方は非常に簡単です。このスペシャルチャットのねサイトにアクセスしてクリエイトスペース、これをクリックします。でメールアドレスとスペースネーム、これ入れるんですが、まあ、例えばねこれすでに使われているものだとこのようにメッセージがあるので、その場合は名前を書いてください。で私はロボットではありませんにチェックを入れてクリエイトします。これメールアドレスをね入れてくださいね。そうすると、まあ、メールが届きます、こんな風に。はい、あとはこのメールに記載されている URL、 これをクリックすると、はい、このようなサイトが開きますので、ここで自分の名前ねこれ入れてあげます。はい、これ安藤とします。はい、これでエンターを押すと、はい、このように入ることができます。はい、で実際このスパチャの中に入ってみました。まあ、どんな風かというと、今回うちの息子が入ってます。はい、近づいてみて、こんにちは。こんにちは。元気？元気です。はい、離れるとこれ聞こえないと。例えばね、これ見ててすごいんだよ、これ。YouTube、例えばこれね、これをコピーして、URL をコピーして、ここに入れてあげます。それで、やるとほら、YouTube がここに貼られるんだけど、ちょっと再生してみるね。はい。そうすると、これに近づくと、これの音と映像が見れます。近づいてみて。ほら、どう？おぉ、すごい。すごい？じゃ、例えば、今これね、じゃあちょっとこれ離れて、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 はい、じゃあ今度は、じゃあ例えば画像ね、例えばグループ分けしたいって場合、例えばこういうようなグループのシートを貼って、聞こえる？聞こえます。はい。で、グループ A に行くと、これ声聞こえる？あ、聞こえる。ちょっとかすかに聞こえるんだよね。だからこう距離に応じて、こう声の聞こえ方が違うということで、互いのグループ間の話が聞こえないということね。であとどんなができるかっていうと、ここでねアプリケーションウィンドウ、パワーポイント持ってきて、ここにちょっと近寄って、はいはい、でこれ拡大するとどう、文字とか見える？見える。うん、でこれでパワポで説明とかできますね。どう、どう、わかりやすい。わかりやすいよね。うん、はい。という感じです。はい。まあ、こんな感じで、グループ学習だとか、それからね、YouTube なんかを送るときにも、例えば動画もね、これに近づいてもらって、これで生徒に見てもらえばね、あの動画の説明がわかりやすいというふうになります。はい。ありがとう。はい。はい、いかがでしたでしょうか。非常に応用範囲が広いんですが、いくつかねちょっと癖がありますので、それについて説明します。まずカメラやマイクを認識しないというケースがあるので、その対処法、これ説明します。例えば Chrome ブラウザーの場合ですね、その場合にはマイク反応しないという時には、ここの設定から、ここでマイクと検索をして、サイトの設定、ここでマイクで、ここでマイクはね、まあ、しっかりと、例えばヘッドセットのものなのか、パソコンについてのマイクなのかというのをしっかりと選んであるかね、確認してください。はい、あとここのスパチャのねサイトがこれマイク許可されてるか、ここをクリックするとね、三角クリックするとこう出ます。マイクは許可されてる、カメラは許可されてますよということで確認をしてください。で、あとまあ Windows マシンの場合なんですけど、マイクが変わってると場合があるので、その場合にもこのスタートのとこから設定ですね、はい、ここでマイクと、あと最後にカメラが認識しないという場合にも、はい、カメラと検索をして、サイトの設定、ここでカメラということで、これがねちゃんとパソコンのカメラなのか、外付けのカメラなんかというのを選ぶ必要があります。はい。また、同じように、ここで許可されているか、許可されてますね。これも確認すると、うまくいくと思います。はい。あとね、
Zoom とか Meet、Teams を立ち上げていて、すでにカメラを作っている場合、ここでログインするとき、名前を入れて Enter を押したときに、まあ、入れないケースがありますので、その場合には他のカメラを無効にしてから入るといいかと思います。はい、もし分からないことあったらコメント欄に質問を書いてください。はい、今回は以上です。じゃん。